公認会計士税理士の白井です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回は請求するのが嫌いというようなテーマで話したいと思いますけれども、私独立して丸4年経って5年目になりますが、未だに、お客様に請求書を出すのが苦手です。請求書を出すのが嫌いですね。事務自体は別にパソコンで作ってしまうんですぐできるんですけども、お客様にそれを郵送してお金をいただくというのが未だに苦手なイメージがあります。で、克服できているかというとまだできてないですね。中月何年も請求を止めてしまって、ようやく請求するというようなこともあります。で、何百万って止まってしまってお客様に怒られるかなと思うんですけども、実際請求するとお客様からはようやく出してくれた、すぐ払うよみたいなことを言っていただける方もいらっしゃるので、あんまり、請求するのをビクビクしなくてもいいのかなと思います。お客様としてはお金を払うのは当然と思っていらっしゃいますので、すぐに請求するのがいいだろうなと思いますと頭では分かっていつつも、私も未だに請求が嫌いで、どうすればいいのかなと、解決をいろいろ悩んでるんですが、一つとして単純ですけども、人に任せると、人に任せるというのがいいんじゃないかなと思います。スタッフさんを、雇われている方であれば、スタッフさんに請求業務はやっていただくというのが一つですね。自分が、嫌いだというんだったら人に任せてしまう、もしくは外部に任せてしまうという手もあると思います。今はインターネットサービスで請求サービスというのも探せばあると思いますので、自分がやらないで人に任せてしまって、お客様からお金をいただくための請求をするというのを改めされてはいかがでしょうか。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。